神の神権を持つ人々とこの集会に出席できることを祝福と感じていますこの成人男性と少年たちからなるグループの献身信仰無私の奉仕は現代の奇跡です私は今夜一つとなって主イエス・キリストに真心から仕える真権者全てに向けて話します 主はあらゆる神権の職にあってその神権の務めを立派に果たす人々にご自分の力を授けられますウィリフォード・ウッドラフは大官庁の時にかつていくつかの神権の職において経験したことをこう述べています私はこの教会で初めて説教を聞き 翌日バプテスマを受けました教師に成任されすぐに伝道を始めましたその伝道中はずっと教師でした大会で祭祀に成任されました祭祀に成任された後南部地域の伝道に派遣されました 1834年の秋のことです私には同僚がおり私たちは財布もカバンも持たずに出かけました私はかなりの距離を一人で旅して福音を述べ伝えましたそして多くの人にバプテスマを施しましたが彼らを教官員に確認することはできませんでした私は妻子に過ぎなかったからです 私はしばらく福音を述べ伝えながら旅をしその後長老に選任されました今十二使徒定員会の会員となっておよそ54年になります十二使徒定員会や他の定員会の会員としてこれまで60年間旅をしてきましたそこでこの場にいる皆さんに申し上げたいと思います私は教師の職を受けていた時 また特に妻子として武道園で務めを果たしていた時に使徒で会った時と同様に神の力によって支えられました自分の職務を果たす限り違いは全くないのです そうした霊的な力を受ける素晴らしい機会が等しく与えられることはアロン神経をメルキゼテク神経に付属するものとした主の説明に示されています付属という言葉はその二つがつながっていることを意味していますこのつながりはこの世においても永遠においても神経が本来の力となり祝福となるために重要です 神権は日の始めもなく年の終わりもないからですそのつながりは簡潔なものですアロン神剣を通して若い男性はより一層神聖な責務に向けて備えられているのです大神剣、すなわちメルキゼデク神剣の力と賢能とは教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことである すなわち天の王国の奥義を受ける特権を持ち天が彼らに開かれ長子の教会の総集いと親しく交わりまた父なる神と新しい制約の忠保者イエスの親しい交わりと臨在とを享受することであるそれらの神権の鍵は同時期にただ一人がその全てを行使します。主のの教会の大館長 管理大祭司がその人ですそして大館長から委任をされてメルキゼルキシ権を持つ全ての男性は全能者の皆によって語り行動する権能と特権を授けられますその力は無限ですそれは生と死家族と教会神ご自身の偉大な属性と神の永遠の技に関連しています その栄えあるメルキゼディク神権の務めを信仰と力と感謝の念を持って果たす長老となるように主はアロン神権者を備えておられます長老にとって神権のすべての奉仕の技において自分の役割を果たすためには深い感謝の念を抱くことが不可欠です 皆さんは執事や教師祭祀の時代に大親権を持つ人々が手を差し伸べて親権者として歩む皆さんの旅路において皆さんを高め励ましてくれた時のことを思い出すことでしょうすべてのメルキゼティク親権者にはそのような思い出がありますが感謝の念は年月が経つにつれて薄れてしまっているかもしれません。 私が願うのは皆さんがその気持ちを再び燃え上がらせそれとともにかつて受けたと同様の助けをできるだけ多くの人に与えようと決意してくださることです私はビショップのことを思い出します彼は私を神権の力においてなれる可能性のあるものにすでになっているかのように扱ってくれました私が最初の時,最初の時ビショップはある日曜日に電話をかけてきて同僚となってワードの会員たちを訪問してほしいと言いました 私が唯一の希望であるかのように頼んでいましたビショップには私は必要ではありませんビショップリックに素晴らしい顧問たちがいたからです私たちは夫を亡くしお金にも食べ物にもこと書いている女性を訪問しました彼女の心に触れ予算を立ててその通りに行動するよう彼女に勧め他の人を助ける立場になれると彼女に約束する際に私が手助けすることをビショップは期待したのです 私たちは困難な状況で生活している2人の幼い少女を慰めに来ましたその家を出た後ビショップは静かにこう言いましたあの子たちは私たちが来たことを決して忘れないだろう次の家ではあまり活発でない男性会員を主に立ち返るよう招く方法を目にしました自分がワードの会員に必要とされていることを彼に確信させたのですそのビショップはメルキゼデク親権者であり 模範によってて私私の視野をを広げ私を高めてくれました彼は私にどこへでも出かけていって主に代わって奉仕する力と勇気を持つように教えてくれました彼は随分前にこの世を去っていますが私は今も彼のことを覚えています経験のないアロン親権者の私に手を差し伸べて高めてくれたからです後でで分かったのですが 彼は私が将来,より将来より大きな責任を伴う神権の道を歩む姿を見ていたそうですそれは当時の私には思いも及ばないことでした父も私に同じことを行ってくれました父は経験豊かなベルキュデルク神経者でしたある時父は一人の使徒から地球の年齢に関する科学的な証拠について短い文章を書くように頼まれました 読む人の中には地球は科学的な証拠で示されているよりもはるかに若いと強く感じている人がいることを知っていた父は慎重に執筆しました今でも覚えていますが父は自分が書いたものを私に手渡しこう言いました「春君にはこれを人たちと預言者たちに送るべきかどうかそれがわかる霊的な知恵がある」 論文に何が書かれていたかはあまり思い出せませんが偉大なメルケル的親権者に対して抱いた感謝の念は今でも忘れいつまでも忘れません父は私,に私自身は気づいていなかった霊的な違いがあるのを認めていたのですそれから何年も経った時ある日本で私は神の預言者から電話を受け教会の教義について書かれたものを読むように頼まれました その夜預言者はある本を何章か読み進めていいいまましししたた笑いながらこうおっしゃいました私はこれを全部読めません私が読んでいるのにあなたは休んでいられませんよついで何年も前には父から言われたのと同じことを言われました春あなたこそがこれを読むべきです出版するのが良いかどうかあなたには分かるでしょう メ親権者のおかげで視野が広がり自信を得るというこの同じパターンをある夜教会主催の演説会でも経験しました17歳の時に大勢の聴衆に向けて話をするように依頼されたのです何が期待されているのかも全く分からずテーマも与えられませんでしたそこで私は福井について自分の知っている事柄をはるかに超えた話を準備してしまいました話しながら自分が間違ったことを言っていたことに気づきました 話し終えた後のあの挫折感を今でも思い出します私の次は最後の話者で十二使徒天衣会のマシュー・カウリー長老でしたカウリー長老は偉大な話し手で教会のすべての会員に愛されていました私は説教団の近くの席から長老を見上げていたのを今も覚えていますカウリー長老は力強い声で話し始めました そして私の小話を聞いて自分は素晴らしい大会に出席していると感じたと述べましたそう言いながら微笑みました私の挫折感は消え去り私はいつの日か長老がすでに思ってくれているような人物になれるという自信を得たのでしたその夜の思い出から私は今もアロン真権者が語る時には注意深く耳を傾けるようにしています カウリー長老が行ってくださったことのおかげで私はいつもこれ,らえこれから神の言葉を彼らから聞けると期待しています失望することはほとんどなくしばしばえ驚嘆してカウリー長老のように微笑まずにはいられません 権者として成長するるるるよう若い兄弟たたちを強める上で助けとなることなこはたくさんあるかもしれませんししかし彼らが信仰と自信を増して神権の務めにおいて神の力を受けられるように助けること以上に力強いものはありませんそうした信仰と自信はたとえ非常に優れた賜物を持つメリスキーク神権者によって高められた場合であっても一度だけの経験では保たれないでしょう それらの力を受ける能力は神権においてより多くの経験をしている人々から何度も信頼を示してもらうことによって育まれるのですまたアロン神権者は毎日実に毎時間精霊を通して週御自身から励ましと訓戒を受ける必要がありますこの励ましと訓戒は彼らがふさわしくあり続けることを選ぶときに受けることができますそれは彼らが行う選択にかかっているのです ですから私たちは模範によってまた証しによって偉大なメルケディ的剣指導者であるベニヤミン王の言葉が真実であることを教えなければなりませんその言葉は主の皆によって語られた愛の言葉ですそしてこの親権は主の真剣ですベニヤミン王は主の励ましと訓戒を受けられるほどの清さを保つために私たちに何が必要かを教えています最後にユが あなた方が罪を犯す元とになることを全て告げることはできないその方法や手段はいろいろあって数え上げられないほど多いからであるしかしこれだけは言えるもし自分自身や自分の思い言葉行いに注意を払わず神の戒めを守らず主の来臨について聞いた事柄を生涯の最後まで信じ続けないならばあなた方は滅びるに違いないおう人々よ覚えておきなさい滅びてはならない 私たちは皆私たちの深く愛する若い親権者に激しい暴風のように義の敵の放つ火の矢が放たれていることを知っています私たちにとって彼らは自分たちをヒラマンの息子と呼んだ若い選手たちのようですベニヤミン王が進めるように自分を完全に安全に保つならば彼らもあの若い選手たちのように生き延びることができます ラマンの息子たちは疑いませんでした勇敢に戦い勝利者となりました母親の言葉を信じていたからです私たちは愛情に満ちた母親の信仰の力を理解しています今日母親たちは息子たちに大きな支えを与えています真剣者である私たちはその支えをさらに増し加えることができますしそうしなければなりません 自分が改心した時には手を差し伸べて兄弟たちを力づけるという責任を果たす決意を持って彼らを支えるのです私はすべてのメルキゼ的親権者が主から与えられる機会を受け入れるように祈っていますまたあなた方の中で御霊において強い者がいればその人は弱い者を伴って行きなさいそれは弱い者ができる限り入和に強化されて彼らも強くなるためである それゆえあなた方は正真権に聖任されているものを伴い彼らをあなた方に先立って行かせて約束を取り付けさせ道を備えさせあなた方自身の果たせない約束を果たさせなさい。見よこれこそ昔の私の人たちが私のために教会を築き上げた方法である。真権指導者とアロン親権者の父親の皆さんは奇跡を起こすことができます。 福音を述べ伝えるメシを受け入れ自信を持って遂行する若い男性と一緒に忠実な長老としての務めを果たすことができますそして皆さんから高められ励まされた多くの人が忠実であり続けふさわしい状態で神殿で結婚し今度は彼らが他の人々を高め,備え,るためを備えるのを皆さんを目にすることでしょう そのために新たな活動プログラムや教授資料、より優れたソーシャルメディアは必要ありません。今皆さんが受けている以上のメシは必要ありません。真剣の聖書と誓約が皆さんに力と憲能と支持を与えてくれます。家に帰ったら教義と誓約第八十四章に記されている真剣の聖書と誓約を注意深く研究してくださるよう願っています。 私たちは皆もっと多くの若い男性がウィルフォード・ウッドラフのような経験をするようにと願っています彼はアロン神権者として人を改心に導く力を持ってイエス・キリストの福音を教えました他の人々を高めて栄えある奉仕に備えさせるというメッシュを私たちが果たせるように祈っています私を高め他の人々を愛し高める方法を私に示してくれた素晴らしい人たちに私は心から感謝しています 私はトーマスエスモンソン大館長が現在地上において神権のすべての鍵を持っていることを明かししますモンソン大館長は奉仕の生涯を通じてメルキゼ的神権者として手を差し伸べて他の人々を高めることについて私たち皆の模範となってきました大館長はこれまでずっと私を助け高め また他の人々を高める方法を示してくれましたがその方法に私は個人的に感謝しています父なる神は生きておられますイエスはキリストであられこの教会は主の教会であり王国ですこの神権は主の神権です精霊の力により私はこのことを自ら知っていますイエスキリストの皆によりアーメン 兄弟の皆さん今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています礼を高める音楽を提供してくれたメルケゼキ新権者の聖歌隊と様々な形でこの大会に携わってくださった方々に感謝いたしますこの部会の最後の話者は私たちの愛する預言者トーマス・ S ・モンソン大館長ですモンソン大館長のお話の後 聖火隊が心の中に光を持てばを歌いこの会を閉じます閉会のお祈りは70人のブルース・リー・ポーター長老です